悪いことしてもってなっちゃう。今日はこの前のね、たけるちゃんはもう YouTube に出ませんっていう動画をね上げて、そのことについてお話ししたいと思います。たけるちゃん結構ごねるやんかな、うん、それが一番問題やろ今はな。その時の気持ちって、そのごねてる時に聞いたって説明できんやな。もう悲しい気持ちとかそういう多分気持ちでいっぱいになってるから、今はちょっと聞こうかなと思ってな。今落ち着いてるから話せるやん。どうもな、俺のどんべーちな、うん、いじめとった友達を、うん、俺の友達が俺の友達をいじめよった、うん、それはあかんな、その話じゃないけどな、今日はな、うん、それは後で。この前も俺の友達が俺の友達をいじめよったからねそれは後でよく聞くわな。これからもきっと多分ごねてしまうのはごねてしまうと思うんや。そういう動画も出ると思うね。あの、やめますってパッてやめれることやったらもうすでにやめてるや言われんでもさ、うん、それがなかなかできなくて本人も困ってるからごねちゃうわけなんで、まだまだ続くとは思うんですけど、とりあえずですね、たけるちゃんにそのごねてる時の動画を見てもらおうと思います。この前コラボで宿題してた時にポテチが欲しいと。まあそれはちょっとやめて。なんでよ。し。しじゃ、しじゃない。みんな見てるから分かってるよ。し。しじゃない。撮影してる時にやってるんやから。し。たけるちゃんに客観的にね、自分を見てもらおうと思います。今残っているのは、まあ、宿題にはすぐにね、すんなり行きました。ただ。あれ、甘いね、たけちゃん。ダメ。あいやねが。ご飯食べてる。ああ、ちょっと。ポテチを取って食べようとして、飛び合ってるとこでも笑顔をやってるのかな。食べてないからお腹すいとる。あーたーって。あーた。いや、一瞬で終わる。その後も宿題をしようとしてた。なのに急に。なんかあの、マジでダメない。この時たけるちゃんは朝から避けるチーズ1本しか食べてなかった。おにぎりとかはあったんやけど。どこにおんの？たける、机の下で丸まって。あやだ、見てた。いや、みんな見てる、言わんでもあるし。何言うとかしら。たけるね、まずここ、まあチーズしか食べてないし、その後。ダメ。いや、みんな見てるから、もうみんなに見てるかし。見てない人。いや、見て。見てない。いや、ここでも流れる。もうたけちゃんにそんな今更隠したって一緒やから。宿題をみんなでしようっていう時間やから、ダメだよって、おやつは宿題の後ねって言われたやろ。やのに、なんでごねたん？座ってちゃんと言って。ごねていいと思ったん？いや、わからん。もう忘れとって。え、もう忘れた？もう忘れた。もう分からへんって、すぐ忘れてもうよ、俺って。だってな、うん、あ、まあ、あれのことは覚えとる。どれのこと？いいことは覚えとる。ででも自分がした悪いことは全部忘れる、うん、なんてやつや、なんて自分の都合のいいやつえ、たけちゃん、でもこの時バレたことは覚えたよな。え、いいやつ言ってるか。え、お父ちゃんがこの前あのゲーム実況で、明日、うん、あのインスタエッグとかの、あのアスレチックゲーム実況でやるって。それ自分がいいことしたやつじゃなくて、自分にとっていい情報ってことやな、うん、それは忘れへん。まだ覚えてる。この時にごねたのは覚えたやろ、もちろん、うん、その時の気持ちは覚えてないってこと。覚えてない。ただ食べたかったっていうのぐらい覚えとん、うん、マジでそんなにすぐ忘れんの。ラケンちゃん、そんなことは一人やで。え、適当にだけずっとお母さんからおやつ、ポテチを奪い取ろうとしていい加減にしなさい。宿題みんなやっとるやろ。みんなが頑張って宿題やってるの。たけるが、あーたーこれでお母さんが蹴ってさ、たけるマジで怒るで、そういうことした。今これ見てどう思う、たける。みんなが宿題してるのに、まずごねたことに対してな、どう思う？ダメ。何がダメやった？ダメ。なんかかかった。な、ほんまはどうせなあかんかった？ちゃんと宿題。そう、みんなと一緒に宿題せなあかんかったな。
ポテチ食べてええんやった？あかんな、あかんって言われたらもうやめて宿題せなあかんかったよな。ほんでその後ごねてごねてお母さんからポテチ取ろうとして、で挙句お母さんを蹴ったりしたやん。お母さんを蹴ったことについてはどう思う？今のたけるちゃん、悪いことしてもらったなって思う？もう次はしたらあかんなって思う？次せんと思う？たける、そうやってみんなに迷惑かけたりお母さんを叩いたり蹴ったりせんと思う？自分が多分多分自信はない。先のことは分からん。先のこと、そういう時は何なん、何にも考えれなくなる。こういうことしてる時はもうな、ポテチ食べたいってそれだけが頭の中にあるってこと？まあな、たまにかな。どういうこと？たまにある。たまにある。ポテチのことしかなんか考えれんこと。ああ、そう、食べたいってそれしか頭にないことがたまにあるってこと？うん、そのことばっかり考えてもらうってことね。うん、でその後はちゃんと宿題できました。なんでこの時はちゃんと急に宿題できるようになったの？うん、早く終わらせてポテチ食べようと思った。それが最初から思えてたらな、5年で済んだな。あ、じゃあ早く終わらせてポテチ食べたらええわって思えたらな、今ごねたらみんなに迷惑かけるっていうのもちょっとずつさ、ごねる前に分かるようにならないとな。お兄にもそうやったけど、3年生とか4年生になっても、まあ、拗ねたりとかちょっとムスッとしたりとかはあるはずなんやな。兄にそうやったし、まあ、たけるちゃんもきっとそうやろ、今の感じ見とったらさな。まあ、いきなり大人になったりはしないから、大人でもムスッとする時あるしさ、嫌なことがあったら。他の人がおるところではそんなことはあんまないけど、でもそうやってごねなくだんだんなってくるはずやから、自分の中でも今見たの思い出して、ごねてる自分を見てどう思った？かっこよかった？ダメダメやった。ダメダメやなって思った？悪いことしてるなって思った？うん、女大丈夫や、たけちゃん、それを忘れんとこな。ほんならすぐには無理でも、ちょっとずつちょっとずつごねなくて済むようになってくるからな。我慢できるようになってくる、だんだん。うわーってなってたのがちょっとおとなしくムスッとするようになってくる、だんだんな。ほんで、まあ、それも正直空気悪いし、しょうもないことすね、とってよって、まあ、周り親的にはなるけど、まあまあ、その段階に次は行くはずやから、そこをとりあえず目指そう。な？ニーニーがさ、ちっちゃい時はさ、あんまりそうやってコラボする機会がなかったから、ニーニーがごねても、身内？親戚とか、そういう人らの中でごねてるだけやから、で学校ではちゃんとしてるし。だからそんなに気にはならんかったけど、たけるちゃんはある程度ロボットチャンネルが大きくなってるから、いろんな人とな会っていろんな動画を撮ったりする機会があるやろな。だからそれだけ同じようにごねても人に迷惑をかける機会っていうのは普通の子より多いねな。だからたけるちゃんがこれからも YouTube 出たいっていう気持ちがほんまなんやったら、他の子よりもその辺はちょっと頑張らないといけないな。迷惑かけることがやっぱり多くなっちゃうからな。たけちゃん、約束、偏食については一生懸命今頑張ってる最中やな。ほんまやったらもっとゆっくり直していけばいいんかもしれんけど、たけちゃん YouTube 出るっていうことはね、みんなとご飯食べる機会もたくさんあるからな。別にコラボせんかったらさ、そういう機会もないけど、たけるコラボしたいんやろな。それやったら食べれるもん増やさないと迷惑かけるから、ほんまに。だから頑張ろう、一緒に。わかった？今の何を食べた気持ちかわかる？何？ピーマン？違う。キュウリ？違う。何？肉。お肉が食べたい。今日肉じゃないわ、ごめん。はい、じゃあお約束、これからも食べれるもんを増やせれるように頑張ります。あとごねて迷惑かけないように頑張りますな。もし迷惑かけてもてもな、その次はごねないとか、あともしごねちゃっても自分で気づけるように、あ、今自分ごねちゃってるなって、泣くのやめないとなとか、気持ち落ち着けてみんなと仲良く遊べるように頑張ろうってな、思えるように。ほんで思い切り楽しく遊ぼうな。わかった？うん。
あ、指切りげんまん、嘘ついたら、ニーニーの鼻くそ食べさせる。ええな。指切った。守れますか？うん。はい。これから撮影の分でも多分まあそういうことが出てくるとは思うけど、たけるちゃんの中で、まあ一生懸命葛藤してね、みんなに迷惑かけないようにしようとか、もっとその食べれるものを増やしていこうとか、そういうとこが今後動画の中でも多分見ることができると思うので、たけるちゃん頑張ってるなっていうのもね、知っててもらいたいなと思います。で、ごねてても、今、たけるちゃんの中では、葛藤してるんだろうなって、葛藤ってめっちゃ戦ってる気持ちの中で、ごねたらダメ。でも、その、悲しいとか、まあ、なんか食べたいとか、まあ、そういう欲求、強い気持ちと、こう、戦い合ってるっていう風に、思ってもらえたらなと思います。おやつも食べたいけどな。中間反抗期っていうちょっと微妙な時期なんで、それをね、まあ、時間かけて乗り越えて、いい方向にこう成長していけたらいいなと、親的には思ってます。渡るくんもね、あったんで、そういう時期がね。たけるちゃん、これからもみんなと一緒に動画撮ったり、まあ、YouTube 出たり、そういうのを続けていきたいっていう気持ちがすごく強いので、その気持ちをこう守って一緒に、まあ、楽しいことをね、たくさんしていきたいなと思います。まあ、辛いこともあるかもしれんけど、一緒に乗り越えていけたらいいかなと。な。すごい友達思いなんで、すごいいいところやで。友達のことよく考えてるしさ、めちゃくちゃ優しいやろ。うん。まあね。まあな。ちょっとだけ。ちょっとだけ？他の子が友達に嫌なこと言ってたりとかしたら、そういうの結構敏感に気づいて、なんでそんなこと言うのって、いじめんといてとかっていうのは、そういう気持ちはすごい強くて、いつも何々くんが何々くんのにこんなひどいことを言ってて、なんでこんなこと言うんだろうとか、まあそういうこともすごく、うんうん、言ってるし、根は本当に優しい、俺のこといじめてきようかも。たまに、あ、たまにではない、あ、まあまあ今までで10回ぐらい。誰？分からん。知らん子なんやろ？うん、知らん子。いつも一緒におらへんけど、急に現れて、なんか言うて去っていくんやな。誰やろな。まあその子もね、言って、まだ高学年とかではないと思う。たけるより年上やってたなんか。多分3年生とか4年生とか、まあそんな感じなんで、そんなこと言ってもらうのもまだまだある子も多分いるし、またあげるちゃんもそうやって人に迷惑かけることはあるから、な。おたけちゃん自身もなんか言われたりされたりっていうのもあるやろうし、まあ、それを、まあ、中学生、まあ、できれば高学年ぐらいまでにはなくなるようにな、ちょっとずつ。でもたけるやったら大丈夫や。お母さんそう思うで。まあ、お母さん渡る育てて、でたけちゃん二人目やけど、もう結構ほんまに次男やからか知らんけど、めっちゃしっかりしてると思うし、もうそういうなんか強い欲求が出た時に、まあ、ちょっと制御ができひんかなっていうのがあるけど、あとちょっと恥ずかしがって余計なこと言ってもたりする時もあるから、まあ、そういうのをちょっとずつ自分で気づいて、な、直していけたらそれでいいかなと思います。まあ、こんな感じですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあたけちゃん最後に一言。これからも頑張ります。はい、というわけで今回は一応その客観的にね、たけちゃん自分のこねてる様子とかどんな風に目をかけてるのかっていうのを見てほしかったので、一緒にね見てみました。それでまあ冷静な時にもね、たけちゃんがどういう風に自分を見るのかなっていうのを聞いてみたかったので、こういう動画を撮りました。ここに言いたいんやけど、うん、ここ、え、何それ、ここに言いたくない。え、どういうこと。変な匂い。え、ここを匂いたくなったって言ったの、急に。え、急にここを匂いたくなってきた。どういうことなの。いや、匂ってちょっと匂ったらどういう匂いかなって。ちょっとまだまだあの大人にはわからない不思議なところもたくさんあるんですけど、まあそれもそれはそれで子供の魅力かなと思ってます。え、どこが不思議なの。そういうとこもね、好きな方はぜひぜひこれからもよろしくお願いします。どこが不思議なの。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。